皆さんこんにちは、しおりんチャンネルということリンです。はい、というわけで今回ね、リサイクルショップ、ファッションのね、リサイクルショップに来てるんですけど、何度か一番安いので1着52円で売ってるんですよ。でね、多分ブランドものとかも探し出せばあると思うの。うん、ね、ちょこちょこあるんだよね。ありそうだなと思って、可愛いものが。あとじゃあ52円見てみる？そうだね。ここでね、今回はファッション対決みたいなことしたいなと思ってるんです、うん、誰が対決したい？対決リミも選んであげたら、うん、リミはね、なんかあんまり洋服がね、欲しくないっぽくて興味ないんですよね。じゃあリミ、しーちゃんの一緒に見てあげようよ、うん、じゃあ早速、はい、回ってみましょう。すごいよね、ここ。ここは100円が多いのかな。100円からでもこれ315円。本当だ。これでもマタニティって書いてある。これ似合わない。これお母さんのロリー。これマタニティ用って。え、一周したってこと？似合わないでしょ。あ、これとかこれ丸見えだよ、それ。あ、帽子可愛いけどかぶれてない。合ってないじゃん、そういうかぶれてない。これ赤ちゃん用だよ、ここは。リミかぶれるもん。本当？ほらじゃないよ。はい。じゃあしーちゃんの選んであげようか。見てこれ。早っ、もう見つけたの。なんかしっかりしてるじゃん。これユニクロなのに違うくない？あ、本当だ。いくら？840円。でもこれさ、切れるよね。100円以外のもあるんだ。安くて52円だから。これユニクロで840円だから。じゃあこれ高い方じゃない？安い方だ。この店ではさ、この店では高い方かな。1000円とかもあるんじゃない？100円、300円、800円みたいな。500円もある。あ、500円ある。200円刻みかな。スカート履けそう。履けそうだね。それおいくら？300円。300円。これちょっと。これ恥ずかしくない？この辺全部300円。あ、本当だ。あ、リムこれは青いよ。ドラえもん。ドラえもん。やだ。これはドラえもん。嫌だ。結構こだわる。あ、リムこれは？リムなんかスポーツ系じゃん。嫌だ。どれがいいんだろう。じゃあしーちゃん。全身コーデいけるかな。全身これはこれ。いや、あ、ニミこれはこれ。ちょっと。これは。入んない。これ。大丈夫か。あ、ニミこれは。もういい。入るわけないでしょ。これいくらなの？100円？210円。なんか値段がよくわかんないね。めっちゃちっちゃい。でも可愛いけど。可愛いけど入んない。しーちゃん買いなよそれ。ない、大丈夫。遠慮する。アンパンマン。お、しーちゃんいいじゃんそれ。アンパンマンチャレンジ。全部アンパンマンに揃えるの？でもしーちゃんそれぐらい。まあでもこれ1個でもいいか。もういいかなそれ。着てみる？パンツ売ってちゃダメですよ。パンツ売ってんの？子供服だよ。男の子になっちゃった。襟が変だよ。あ、でも着れるね。それにカメラの前にちょっと来ないで。どう？きつくはない。そうじゃないんじゃない？きつくね。そんなきつく結んだら。カチカチ。今そうだ。いいよいいよ。コブになってるけど。いいじゃん。これ前かなや。ちょっと全身。ちょっとだからカメラの前来ないで。意味がわかった今の。いいじゃん。これ買う。うん。普段買わないような感じのやつね。ここだけ？え？隣もあるのかな？隣は大人かな？大人は切れるよね。ちょっと見てみる？そこは切れるね。S とか。見てこれ、ママが見つけてくれたの。可愛くない？大人用。水りさなんだよ。新品なの。え、新品？うん。だってほら中にほら。あ、本当だ。綺麗だし新品で。おいくら？840円。安くない？840円。ビジュリシャって何？そういうブランドがある。へえ。これにも合うしね。え、これって？ちょっと。ちょっと。リミこれどう？耳当て。ちょっとリミは大きいかな。大きいね。ここじゃもうリミなの。うん。秋っぽい。秋っぽい。このなんか学生って感じ。このコートに合いそうじゃない？ああ。こうやって着て。こうでなるね。このカバンをかけて。ほら、そう似合ってない？どうしよう。黒とか？あ、でもこれ、うん。これ可愛い。なんでも合いそうだね。可愛い。下になんか来たら、でこれで800円、800円、315円、これは2000円いかないぐらい。これ夏っぽいね。もっと中尾明風に言って、夏っぽいね。夏っぽいね。誰が中尾明風？ママ。なんでママ？夏っぽいね。ダメだね。あんま似てませんね。次行ってみよう。誰それ？次行ってみよう。怖い。だってバブ。なんか制服風じゃないちょっと。本当だ。でもちょっと可愛い。でもちょっとビヨンってなって。ちょっと伸びちゃう。でも制服だね。これハリーポッターだ。ハリーポッターじゃないでしょ。ロンが着てる。あ、ロン着てる。着てるこれ。クリスマスロン。超適当。ロン、クリスマスに来てた。そう、最後の日に。最後の日、クリスマスだったっけ？え、違うよ。一番の最後じゃないけど、クリスマスの。うん。クリスマスの時に。プレゼント届いてた。その時に、ロン、リが書いてある。R って書いてあったやつかな。それでその後によく覚えてる。ハーマイオニー帰るときにワイワイってしたときにあれ着てた。あれ着てた。やばいじゃん、日本にある。そう。今買う？大好きなロンの洋服。レトロの服がね流行ったりするんだよ。ほら。あ、いいかも。可愛いよね。でさ、これさ、これ合うし。あ、意外といいかも。ひーちゃんこういう花柄好きだからさね。好きなの？こういう感じでさ、あ、カバンが逆だった。500、これがなんか超強調されてる。いいじゃん。何それ？そう、リミこれ可愛くない？ほら。ああ、いいかも。いいじゃん。いいじゃない。ちょっとそれやめて、その服出すの。いいじゃない。いいじゃん、可愛くない？可愛くないそれ、しーちゃん。いいじゃない？なんで迫ってくの？いいじゃない。いいじゃない。怖いから。秋っぽいよね。これはこれでなんか別に合わせて、これなんか真面目な、なんかこう今学校風のさ、なんかチョッキとか流行ってる。これなんかチョッキ着てる風な感じになるよね。これ使うでも面白くない？黒とか。あ、いいんじゃない？大きめだけど。でもここの丈は短い。うん。でもいいんじゃない。でも315円やね。かわいいじゃん。やっぱりどんどんみんなでワンコーデどころか見てマフラー3コーデぐらいあるよ。ねえ見てマフラー。ほんとだ。ほんとえ違うでしょ。ちょっと怖い忍者ってこと。グミベア。そんじらおやつが甘い。